田軍を阻むものなんてありはしねえ。我が輩は奥州短大、どちらが奥州の主かは一目瞭然ではないかね。あいにくだぞ安政、我が輩誰かに見せたくてたまらない。おいジェントルメン、いや何でもねえ。おお、よしあき様、先ほどの御仁は敵でございますだよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に進めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。ではただで返すわけにはいきますまいだね。その通り、この素晴らしい超絶素敵紳士王国をしっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。賛成。気合だが先を見通す余裕もねえだな。俺この戦が終わったら祝言をとかはず。思いついた、我が輩源氏物語だよ。倒れるまでが紳士です。次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。行きましょう。まさかさきせ、あなたの居するところを知らしめ。青け、堅物の骨にまで染み込ませてやるとするさ。玄米茶と超上質茶菓子の素敵な出会い、我が輩の超精密回転水車がついた団子だよ。かければ早く、攻めれば強い。さすがだぜ。あの背中を追えば俺も強くなれっかな。ちょいとばかし寂しいよな。どうも部下がいると安心だね。マスク、アイザン兵の扱いはこの者らにお任せを。わかった。やった。うっそ。やべえ。マジ。俺が甘くなったって。あんたもまだまだだな。生は死よりもはるかに重いのさ。なんだつまんねえ。俺様一抜けた。茶柱かと思ったら我が輩のヒゲだったよ。まあ確かに伊達の雰囲気は楽しそうではあるけども、入隊規則は比喩があること。
でござる。わしらに止める資格はない。思いのままに登りなされ。つけひげが取れた。ああ、もっといいひげつけておけば。水面を走るがごとく回る車、なんて優雅なんだ。あの陣が残ってるうちに引けるやつは引け。時にはふと立ち止まる。大事なことじゃて。わかった。死んだふりすればいいんだ。うん。くれる時間を稼いでくれたまえ。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。玄米茶と上質団子が貴公の口で出会いたがっているよ。いいな、それいいな。まだまだ、この超素敵新種王国の1割も自慢していないよ。いつ見てもいい。我が輩の素敵さ、まさに生き写しの銅像。頼む、ヒゲだけは無駄ないで。分かっていてなお防げぬとは、もどかしいものよ。暴れ回ってるわけじゃねえ。きっとあの動きは。月に決めない。気に食わねえ。あんたちょいと陣の裏に来な。あふれる紳士の機嫌が、隠れることも許さない。どうぞをどうぞ、見ていってどうぞだよ。自慢は我が輩をより素敵な紳士へ近づける。我が輩のひげ先からも水が噴き出したら素敵だろうね。すべて自慢し終えてしまったようだね。残念かい。じゃあ最後に王国の真の姿を見せてあげるよ。たくさんのヒゲ紳士との思い出、胸に刻んで帰っておくれよ。言っておくが、俺の隙をつけるとは思うな。このコツは長いものだよ。もっとまかれるんだよ。我が軍を阻むものなんてありはしねえ。我が輩は奥州短大。どちらが奥州の主かは一目瞭然ではないかね。あいにくだが奥州は短大お断りだ。ああ、もちろんジェントルマンも右に同じだ。紳士は一級に不滅だよ。俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。